彼は国を出て戻ることを知らないユリシス、戻ることのできないユリシス、戻る日を持たないユリシス。まもなくアワーズでホームは左側です。なんか気負ってるわけでもなんか何でもなくて、原稿用紙をいつも持ってるとそこで書けるでしょ。だからこれを持って、こういうものを持っていないときに限ってアイデアがわーっと湧いていて、悔しい悔しいになっちゃう。だからちょうど武士が刀を持っているみたいに、私にとってはペーパーと鉛筆が刀になって。なんかやっぱり日本の雪って違うのよね。なんか食べられそうな雪ね。乾いてるんじゃなくて。カナダで生まれましたでしょ、で7歳で日本に来ましたけど、私の母もまたカナダでハイスクールまで行った人ですからね、あの日本人だけどカナディアンのようなオープンマインドで、あの物の考え方が人種を超えてすごいインターナショナルで、そういうところから育ったから、本当に純粋に日本という養分の中で育った人たちね、そういう人たちを見ると羨ましいを超えて、本当に円の中心にいる格好とした日本人という感じ。そうすると私は日本人には違いないけど、そこの前に行くと円周の日本人だと思うわけね。だからその外ともすごい馴染みやすいし、その中にも入ってくることができるし、今日のユリシス、 Today's ユリシス、 振り返ると顔がなかった、己の生まれたての顔が、顔は国であり、国は闇の思想に寝取られて、もはや顔のない、口づけする唇のない己の顔を後にして、彼は行く。おふくろの地球のサインだけが彼の生まれのパスポート。彼は何と名乗っていいか戸惑う。彼は国を出て戻ることを知らないユリシス、戻ることのできないユリシス、戻る日を持たないユリシス。彼は妻や子供を抱え、恋人の松明燃やし、沖に向かって叫ぶが、沖に誰かがいるか、誰か彼の生存を明かす顔たちがいるか。ビリー・ホリデーのなんかその頃聞いたんですよ。いやこんなね、レトリックなんか使わないで、フォークやナイフ使わないで、手づかみでこうやる詩を、こんなに感動できるじゃないかって、こんなね、そういうものを作りたい、書きたい。で月日は経ったけれども、それがあのディボースして30代の時かな。白石は結婚離婚を経験した後、1960年代に9年間の沈黙から目覚める。詩の旅の始まりだ。斬新なファッション、前衛ジャズとのセッション、海外の詩人との交流。彼女はそれまでの詩人のイメージを破壊し、ビートニックに象徴される狂熱の季節の美しき闘士となる。円周に立ち、当時の日本に風穴を開けるかのような彼女の存在は時代を震撼させた。Now is the time。 時が今だと思う時、今が時だと思う時。 Now is the time って、あのそれは曲ではあるんだけど、自分にとってね、今ね、自分はこの立ち上がらないとダメだとって言い聞かせて、でも周りにはどう見えたとしてもね、
今が立ち上がる時だ。もう直れたタイム。お経のようにそういうふうに言って。彼はこうして何千年も生きている。もはや死なない。死ぬことを許されない。彼はユリシスなので、すでに生きながら神話である。ユリシス。ユリシス。Well...